Hey, what's up? Yui です。Today, we have special guest. どうぞ。ででーん。Hello. Hello. This is my Japanese friend. リオカちゃんです。どうも、はじめまして。はい。リオカです。Same age です。はい。じゃあまあ今日はリオカちゃんをゲストに迎えていろいろ聞いていきたいと思います。 GO! まずですね、リオカちゃん、フィリピン行ったことありますか？ないです。ないです。はい、ないね。じゃあそんなリオカちゃんがフィリピンと聞いてまずイメージすること何でしょう？バナナ。バナナです。フィリピンさん、バナナ。そうです、正解です。それは素晴らしい。え、じゃあバナナ以外に絞り出すとしたら、バナナ、バナナ2番目、フィリピン、うん、なんだろう、もうお兄ちゃんと一緒になっちゃうけど、うん、島国。あ、島国、うん、あと一つ言っていい？あと一つ、3つ目。あ、ユイ。あーっと、私フィリピンイコールユイ。ありがとうございます。そんなに？そんなに。じゃあフィリピン好きって言ってるもんね。うん、そう、フィリピンラブ。ラブ。はい、ラブです。じゃあ、フィリピンの男の人のイメージは？え、待って、ごめん。アリーしか出てこない。あ、アリーです。フィリピンといえばユイで、うん、で、フィリピンの男性といえばアリーです。ありがとうございます。だから、なんだろう。優しい。優しい。うん、正解。そう、優しくて。優しくて。女性思い。女性思い。うん。いいね。笑顔が素敵かな。あ、確かに。すべてアリー。アリー。褒められてるよ、アリー。イエイ。え、じゃあフィリピンの男の人、うん、恋愛対象としてアリ？え、待って。普通にいたら。普通にいたら、うん、日本語しか喋れないから。あ、そっかそっかそっか。多分なんかお互い。コミュニケーションがね、ちょっとね、取れない取れない。え、なんて言ったみたいな。確かにない。え、じゃあ、うんうん、日本語がちょっと片言だけど、うん、なんて言ってるか、うん、お互い頑張れば、うんうん、そのコミュニケーションできるぐらいだったら、はいはい、多分。え、りょうか、アリー見てるとゆいの話を聞いてるからだけど、アリー、アリー見てるぞ。アリそう、日本語でね、アリだから。そう、アリ。オッケーのことアリっていうか、うん、あ、アリ。アリアリアリ。え、めっちゃいいって思っちゃう。でしょ？うん、でしょ？本当に。私もそう思う。思う。てか日本人の女の人と、うん、そのフィリピンの男性めっちゃ合うと思う。ユイは。あれ勧められてる？本当に。勧められてる。じゃない？みんな思わない？女性が一番なんだなって。はいはいはい。一番大事にしてくれる、うん、そう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 。でもね、それは本当にあります。そうそう、それはね、大事よ、うん、大事よ。なんか日本の男性よりもラブが強いの、ハートが。だからすごい愛してる、うん、I love you とか、うんうん、愛情表現が。そう、うん、だってさ、日本ってさ、正直マジ言わなくない？愛してるの腐ってなっちゃう、うん、そう、なんかね、まださ、言ったとしても好きじゃん、うん、そうね、好きだよなんだよ、うんうん、Like you。ラブはめっちゃ重くって、うん、日本語で愛してるよなんてまず言わないよね。言うこと絶対ない。ないね。だって言ったことある、今まで。ない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 。ないでしょ。男の人に愛してるよ。ないないない。そうなんだよ。でも本当にそう、うん。これは面白いところで。確かに。だって外国の方はさ、うん、I love you って言うもんね。うん、なんならその人の名前っていうか、その人のことをラブって言ったりする。 Good morning love みたいな。へー、知らない、日本で言ったら。そう、おはようリオカみたいな感じで Good morning love。 なるほどね、すごいすごいわ。そう、だからそれは違いだよね、うん、ラブが強いの、うん、それはね、一番良くない。そう、めっちゃいい。日本人はむしろ見習わなきゃいけない。うん、そうだね。なんか恥ずかしいみたいのがあるよね。あるね、あるあるある。とね、うん、なんかね、なんかカッコつける逆に、うんうんうん、言わない方がいいっしょみたいな、うん、いいよねっていう感じだけど、まあ、言わないけどわかるでしょ。そう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 、ダメ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 。
そう、これだからグッドポイントです。グッドポイントです、うん、フィリピン人の男性でも、うん、日本人女性と付き合いたいって方たくさんいる。コメントでもたくさんもらってて、日本人女性と付き合いたい男性の皆さん、日本語勉強してください。ジャパニーズジャパニーズこっちもね、そう、こっちも英語を頑張って勉強して、うん、なんかうちらみたいな感じだ、うん、そう、私も英語勉強してるし、アリも日本語勉強して、うん、でそうしたらお互いその言葉を教えながら、お互いにメリットあるもんね、うん、ブラジルさん片言だと可愛いって思わない？わかる、めっちゃわかる。海外の人が日本語を頑張って喋ってて、うん、パーフェクトじゃない感じが可愛いんだよ、うんうんうん、可愛い、ね、キュート、キュートだよねキュンって感じ。だから本当に日本語じゃ勉強しよう、しよう、Let's try。 え、じゃあさ、にフィリピン行きたいって思う？え、思う、思う、めっちゃ思う、めっちゃ思う、めちゃめちゃ思う。フィリピンのバナナ食べたい食べれるよ、日本でも食べれるよ、フィリピンさんあるよ。だから日本で食べるのとやっぱ現地で食べるのと違うじゃん。でも違うね、違うじゃん。なんかフィリピンの現地で唯一食べたことあるけど、うん、バナナがちっちゃいの。え、こんな感じ。そうなの？なんかちっちゃくていっぱいついてんの。へえー、そうなんだ。なんか日本のバナナってさ、大きくてもう5本ぐらいがボーンって感じじゃんじゃなくてちっちゃいこういうバナナがピュン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 。あ、そうなんだ。そうで甘い。あー、いいね、甘いのはいいよ。で、あとマンゴー。マンゴー食べたことない？ない。ない？ない。あの、ジュースしかない。え、マンゴージュースめっちゃうまいよ。あ、じゃあ行きたい。フィリピンはフルーツがめっちゃうまい。あ、そうなんだね。で、安いし。あ、じゃあ、美味しいフルーツを食べて、その自然じゃん。すごく。自然。もう素晴らしいから。え、マジで。フィリピンの自然、素晴らしいから。本当に。だからその大事がうち誰って感じじゃない、位置的に観光大使それから、うん、その大自然の中で現地のフルーツを食べたい。うんうん、それはね、うん、本当に最高、うん、素晴らしい。海もあるし山もあるし、いいね、最高、最高。だからね、コロナが終わったらね、うん、ぜひぜひ行きます。じゃあリオカが聞いていい？いいよ、全然。逆にリオカはその海外の方と付き合ったことないから、うんうん、まずね、分かんないんだけど、うん、海外の方と付き合って、うん、こう変わったことってない？自分自身が。あ、あります、あります、あります。あれは気になる、気になる。変わったことですよね、うんうん。そう、私にとってはアリーがもちろん初めての海外の人だったんだけども、うん、さっき言ったようにすごく海外の人って気持ちを表現するのが素直だから、なんか自分のことをもっと好きになれたし、だって常日頃さ、一番身近にいる人がすごい可愛いとか大好きだよっていうのを認めてくれるから自己肯定感が上がった。自分のことをもっと好きになれたし、あとは自分も素直になった。なんか私も全然今まで言わなかったの、うん、日本人の人に対して好きだよとか愛してる、なんか絶対なんか恥ずかしいんだよそう、ね、これ何なんだろうね。分かんない、多分それは本当に日本の風習って言ったらいい、うん、日本の風習と海外の風習、うん、もう文化の違いだよね。違いだよね、マジで。そう、そうだけど、そのアリーと付き合ってアリーがあんなにオープンで愛してるよって言ってくれるから、うん、こっちも愛してるよって、うん、素直に返せるようになった、うん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 、いいね、いいですね、うん、私は英会話教室から会話始めようかな、うん、ぜひって感じで、はい、じゃあ長くなっちゃったんでこの辺でじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。